はい、今回もですね、誰やねんと、いいですね、誰やねんですと、まさに誰やねんと、レト、シーグラーかな、能力はこれない、サイドバックかな、サイドバックっぽい能力、あ、サイドバックやね、レト、シーグラー、知らねえ、スイス人、183センチ、サイドバックにしたらでかいな、サンプドリア、全く知らんな。どんな男なんでしょうか。レトツイグラさん、まだ現役やん。37歳現役、スイスのシオン、スイス2部ですね。すごいね、粘ってんねん、やってると。スイス代表歴35試合、ワールドカップ行ってる、あれ行ってるか。イタリアでプレーするぐらいの選手やったらスイスやったら行くな。行かへんっていう理由がない。スイスとワールドカップ出たっけ、最近出てたな。スイス、スイッツァランド、スイッツァランドは、スイッツァランドは、もうすごいね、2010年から出てんやん、すごいじゃん。2014年も出てんの、今日は。2014年は、ああ、出てるけど控えない。10年、14年、2大会にエントリーされてると。もうやるじゃん。いい経験してんじゃん。スイスのシオンで今シーズン頑張ってゲーム出てると、こういう感じで。キャリア結構すごいな。チューリッヒのユースから、トッテナム。すごいな、いきなりトッテナム行ってんよ。でもすぐにハンブルガーに出されて、で、点々としてね、ウィガン。で、サンプドリアにも、なるほどね。で、ユベントス、すげえユベントスに行ってんよ。カードないんかな。でも速攻レンタルやな。ペネルバフチェで、ロコモティフモスクワ、サッソーロ、うわ、もう転勤族やん、やばいじゃん。で、スイスに帰ってきて、あ、メジャーリーグサッカーにも行ってんな。でも席として一番長いのはどこ、ユベントスか。ユベントスが一番長いな。ユベントスが、あ、そうか、フリー席やったんか。だから毎年ユベントスからローンされてんやな。なるほどね、それは知らなかったです。はい、っていう感じでまだ現役を続けてるということで、なかなかの掘り出し物じゃない。